テーマは突然変わんの、そんな小学校でしょ今まで暗い顔してる。いやもう違うでしょ役者やな、役者やな。はい、ね、このテーマ、何でしたか。延長ライフ、延長ライフ、延長してんの、めっちゃしてますね、してんの、頑張っていこう、はい、頑張っていきましょう。それで、今日は、はい、今日は、今までいろいろやってきたんですけども、今日のテーマ、教育ですね。帰ってきた教育、はい、帰ってきました帰ってきた教育ね宿題ですからね、教育。昨日は、晩考えて、ちょっとだけ10秒やろそう、3分は相変わらずネタちゃんと決めておいでやん、きちんとこういう内容でこういう、ね、ここにこういう何て言うのこういう何て言うのほら1何2何何3何何4何何こういうことですよっていうのを言って、そんなん考えたらできないできない行き当たりばったり。いやある程度イメージはしてます。はい、はい、教育ということでね、はい、行きたいと思います。教育もいろいろあると思うんですけども、岩谷さんは、まあ、あの仕事がめちゃめちゃ好きやと、うん、いうことから、まあ、まあまずは好き。いやあなた、まあ、好きですよ。好き仕事、うん、楽しければ好きです。楽しくない仕事は、まあんま好きじゃないですね。どんな仕事楽しくない仕事、あんまりあの効果が上がらないし。効果が上がらないってことはどういうこと。利益上がらない。あそうやな、はい、楽しい時は利益上がるときですね単純やろ。単純、利益が上がれば楽しい、楽しい、はい、利益の上がらないことやっても楽しい。そうそうそういうことですね、そういうことやな、はいはい、で、何やったっけ教育です。教育、はい、今日はテーマ教育、教育です、うん、まあ、教育でいろいろありますけども、ただあの授業やってるということなんで、あの医療関係と、そこでまあ従業員の教育、うん、まあ、まあ他にもあると思うんですけど、まあ、あのもしやったら子どもたちの教育もあるし、子供たちって誰やねん、俺がこの先生ちゃう、家庭のね、自分の子供、自分の子供、そういうことか。はい、でまああのまあその従業員でも幹部候補生とか普通の従業員とかあると思うんですけども、うん、でまあ教育に、まあ、考え方があっては実施するということかと思うんですけども、うんうん、そのあたりを、まあ、今日はまあ三部作ということなんで、まずは従業員。何だ三部作って8分8分8分でしょ。ああ8分でいくん、10分、はい、10分でいこうか。よし、 OK、 今から10分でいこう。はい、はい、はい、行きましょう。ですから、はい、教育、教育の特に、会社の組織に、いてはる従業員の教育というかね、そのあたり、まず、あなたパナソニックで、はい、サラリーマンの時って、はい、どんな教育を受けた。パナソニックはですね、うん、金太郎飴言いましたね、うん、どこを切っても金太郎飴、そういう教育なんですよ。どういう意味。同じような人が同じ品質で、うん、マニュアル化されてるわけやな、うん、そうですね、ある意味、ある意味だから、分かりやすく言うと、誰がやってもある程度同じ成果を出すようにしなさいよ、しないと会社は持たないですよ。そうです、はい、マニュアル化やな、はい、だから要は飛び抜けた人、うん、要は一人のものすごくいいプレイヤーがいると、うん、そういう人が抜けちゃうと会社はうまく回らなくなったりするわけよ。そうそうです。そうやろ、だからそれを避けようとしたわけやな。そうですね、だからそんな同じような教育でその上の人を育てるんじゃなくて、金太郎飴を作っていくという、うん、まああまり言ったら語弊があるかも分かりません、うん、そういう教育だったと思いますよ、うん、だから具体的には、具体的には、うん、パナソニックは教育そういうことだったんで、そういう教育だったと。でもパナソニックってあれちゃうの、もともとその創業者の松下幸之助さんのその何て言うかな、あの世の中を便利にするという、うん、なんていうの、その創業の当初からの世の中をこう便利にしていくんだっていう、あれはこう脈々と受け継がれてるの違うの、全社員で。そうでもないの。いや、そうですね、デッチ奉公っていうか、そうです、お客様のために自分たちは身を捧げるんだみたいな、あの、まあ、水道方式言いましてね、
まあ、出しゃぶりだっていう、まあ、前回とな、あと出していくと、うん、で、まあ、でもあれぐらいの規模の会社になってくると誇りみたいなものが全て違うの、我々はパナソニックの社員なんだっていう、そうでもないの。いや、それはありますね。あるよな。あります。あ、まあ、その辺と、まあ、違うとは違うというね。まあ、ちょっと長くなる、もう3分過ぎたわ、最後。それで、まあ、エンジョイライフやな。エンジョイライフ、はい、この、その、この番組ね、このビデオの、はい、その、内容としては、その組織って言っても、そんな大きな組織じゃないね。でも、例えば、これから事業をするとか、はい、自分で事業をする。はい、そんで、スタッフをまあ3名でも4名でも10名でもいいわ、まあ10名ぐらいまでよ。そうですね、の規模で何かを事業を始めましょうと、うん、その時にじゃあマネジメントっていうか教育どういうふうにしていきましょうかっていうのがテーマになってくるわけでしょ、っていうか、まあそういう話でしょ。そうですね、でもね、そうです、うん、まあそういうことですね。そんな教育いるって思うんやけどな俺いやいや、今やってることですよ、うん、だからブランディングなのよやっぱり、うん、その会社であったり、会社であったり個人事業主だったり何かを、製造するでもいいわ、うん、何か商品を製造するでもいいし、サービスを提供していくでもいいんだけども、その組織のやっぱブランディングになってくる。ブランディング、うん、ブランドっていう形になっていくわけよ、うん、そのちっちゃい会社の場合はやっぱり、うん、どういうことかというと、どういうことですか、よく分かりませんけど、どういうこと、はい、ものすごく分かりやすく言うと、はい、勝ち組、負け組って昔あって、今の人たちあんま知らない、昔の言葉あったわけ、まあ、まあまあちょっと今でもちょっとあります、ね、ある、まあ、あるあるある。で、勝ち組の意見を言える組織になっていくっていうイメージなんや、うん、ものすごく分かりやすく言うと、うん、例えばあなたが、あなた会社、塾と学校と新聞社のなんかわけのわからんこといっぱいやってるでしょ、はいはいはい、で、まあ、例えば営業マンが来たとしようや、はいはいはい、あなたのところに、はい、コピー機のセールスでも、要は何か営業マン来たとしよう、その時に必ず見えるのは会社の背景が、そのいわゆる勝ち組の会社なのか負け組の会社なのかによって全然違うのよ、その営業マンのスタイルそのものが、うんうん、全然違うわ、考え方が。そもそも例えばその営業マン、あなた営業マンとしようや、あなたの後ろにある会社というか事業の背景の商品の強さですわ、商品、売るもののサービスであったり、ものであってもいいんだけど、背景の商品の強さイコールその営業マンの強さっていうか、もう全然違う、もうそもそもこれ売れない商品を売らされてる営業マンと、ほっとっても売れる商品を、商品力を持ってる出ていく営業マンと全く違うわけよ。分かる、言ってる、分かりますよ。だからまずはその要は教育っていうテーマ一つ挙げたら、従業員の教育っていうところに焦点を当てると、そもそも売れる強みのある、圧倒的な強さのある商品あるいはサービスを持ってないと従業員教育なんかできないわけよ、もうそもそもが。例えばじゃあ、うーん、ということは、まあ、あの、まあ、ブランド力とかそういう商品自体に、うん、もう有利性というか、ね、それ優れたものじゃないと営業力というのは営業はできない。できいいが仕様なんや、売れんもん、売れんもん売ってこいって言われたらあんた嫌でしょ基本的に営業なんていうのはフォローアップだから、そもそもがこれどうですか、これどうですかなんて言ってるのはそれ営業じゃないから、まあ、ということは、あの、まあ、医療機関、うん、で言うとじゃあどういうことだと、はい、いうことになってくると、やっぱり経営者が絶対するべきことっていうのは、前の前回も前々回もその前もお話したけど、ブランディング、こっちブランディングとマーケティング、マーケットメイクだな俺言ったら、マーケティングはこの、顧客管理だけど、営業マンが顧客を管理してること、マーケットメイクとブランディングなんで、まずブランディングなんだよ、まず。で、じゃあそもそもそこに従業員の教育っていうのは、そこに入りたいと思う人を集めないと意味がないわけよ、うん、まあ私どこでもいいわと、どこでもいいっていうわけじゃないけども、ここへ家が近いとか、職場がここは近いなとか、リクルートの時にね、条件として近いとか、給与ちょっと高いとか、お休みちょっと多いとか、この条件ばっかりで来る人を集めたって教育なんかそもそも無理なのよ。その例えば医療機関一つであっても、私はここでやりたいと、こういうところでこういうサービスをお客様に提供したいとか、こういう活躍をしてみたいっていう
ことを考え、要はその会社というか組織を好きな人が集まってくると、当然もうそんな難しい教育する必要もないのよ、大体が。そういうことでしょ。まあ、ブランド力と製品力がしっかりしてあれば、うん、自然と教育をされると、うん、当然中に入ったらもうそこにその要は組織の考え方、うん、価値観ですわ。前も前回も言ってるけど、価値観、その同じ価値観、要は会社のその組織が持ってる価値観に沿って動いてもらい、さらにそれをまたブラッシュアップ、アップデートさせていって、新しい形のビジネスとか新しいサービスを提供していくという形がある。で、教育からちょっと話が かなりそれてしまってるから、どうしよう、これまとめ。教育ってなんで、じゃあ 俺はっきり言うよ、うん、なんで社会人の教育を俺がせなあかんな、めんどくさいことって、うん、最初は悩んだけどな、うん、どんな経営者さんも一緒よ、マネジメントってしんどいなって、なんでこいつを、学校じゃないからってみんな思ってるよ、経営者、なんでこいつに時間かけてわざわざ教えなあかんって。だったらそもそも自分のところ、これ会社事業を作った人のところに憧れて入ってくる人をターゲットにしないとやっぱダメなわけよ。っていうことは、その前にやっぱその会社がブランディングしていかないと。わかります、うん、要はそれでも会社の、まあ、まあ医療機関であればね、うん、もう入った瞬間にも商品やったね。そうもうあのサービス提供者が商品だ。靴を履いもう脱いだ時点というか、もう戸を開けた時点でもうそこにもうブランドがあるというか、そうそれを見て、まあ、あの従業員は分かってもらえると。そういうこと。だから要は、ね、お客様が来店される商売の場合ね、ビジネスの場合ね、モデルとしては、はい、お客様がそのお店箱に来店される飲食店でもいいわ、美容室でもそんなんでもいいわ、お客様が来られて初めて成り立つビジネスの場合っていうのは、当然その箱であったりとか、もう匂いであったりとか、それ以上にその上辺のその笑顔やうんちゃらうんちゃらじゃなしに、もうなんていうか、核となる雰囲気をやっぱもうこういうところなんですと、そこだと思うよ、一番大事な。だからそもそもなんでそんな学校じゃないのに給料払って教育わざわざせなら自分でしてこいや、そんなの知らんわ、そんな。んで、まあ、この最近このコロナでね、こんなもう半年ね、いつや、去年、いや、もう1年近くなるか、もう10ヶ月よ、ね、それからもう世の中一気に変わってるんでね、うん、だからもうやっぱ会社としてはやはりあれじゃない、もうそもそももう少しドライ、日本の会社っていうのも今までこう老期にちょっとねビビりながらいろいろしてたけど、やっぱりその辺はもうはっきりと、やっぱそもそも嫌なんだったらやめてよ別にと、嫌、うん、だって一緒にやる必要ないじゃない、いくらでも世の中には何十万何百万社って会社があるのに、わざ嫌な人とやる理由もないでしょというふうな形になっていくじゃない、もっともっとこれから流れとしては。あのまあね、今話だとあの教育という話に出てきたんですけども、うん、でも自分、まあ、経営者としてね、やっぱその辺の商品力というかブランド力というのをもっぺんこうしっかりせいやというのことですね。今それもう一番大事なブランディング、ね、もうとにかくブランディングなんですよ、その商品ね、その会社のね、とにかく何があったとしても何を売ろうとしてもブランディングが一番なんですよ。でも何回も前回から話してるけども、利益なんで、うん、売上じゃないんで、うん、それはそうですね、どれだけ利益を確保するかっていうことなんよ、利益率、うん、だからやっぱり利益率を上げないとダメなのよ、っていうことは高単価にしないといけないわけだから、高単価ということはおのずとブランディングで、ブランディングってじゃあ何なのかっていうと、あの会社、あの美容室、じゃああの、なんだ、あの医療機関でもいいわ、じゃああのクリニックでもいいわ、はああいうところなんだと、そこに値段の話は介在しないと、意味わかる、値段の話をやっちゃうとバカな営業マンと一緒で、いくらですって売りに行ったって売れないわけ、値段じゃないの、商品っていうのはサービスもものも一番大事なところは価値なのよ、その価値を理解していただけるお客様に最上級のサービスを提供するっていうことね、意味わかる、だから利益率が上がるのよ。だから値段の話をやっちゃうと戦略的にも何にももう何にもならない、何の意味もないの、価値、どういう価値を世の中に提供して利益を上げるかっていうこと、そこに焦点絞るからブランディングってなってくる、意味わかる、ちょっと今回ちょっと難しいな、だいぶ。
教育の話からだいぶ今日話がずれていってるけど、はい、そこに一つ加えると、うん、高付加価値っていうのは高く売るために便利さをもっと追求したらうんちゃらうんちゃらっていう時代ではなくなったんですよっていうのはもう前回の話がずっとやってるわけ、うん、そうではないのよ、うん、今の時代っていうのはそこその商品の便利というよりはなんていうもう本当に目に見えないもの、うん、例えば何かでももう今この目の前に見えていないものよ、うん、見えていないものを体験としてどうやって提供するかっていうようなビジネスのモデルになっていってるわけ、わかる、うん、うん、ものすごく全然違うわけよもう、うん、だからもっと便利な機能がいっぱいついて電子レンジやったら機能がついてたらどうたらこうたらっていう時代ではないのよ、うんうんうん、もっと心を豊かにするような何かこうサービスとかそういうものが必要になってくるっていう時代になってるね。それが高付加価値っていうか、うん、高付加価値というよりも、ね、まあジョイフル生活、楽しい生活、うん、見えに見えないところを想像しないといけないんだから。ああ、だから目に見える現実的に目に見えるところばかりじゃなくて、そこから何か見えないものをこう見つけていかないと。いけない時代だな。なこれ教育のテーマになったかどうかわからない。まあ、まあ、いい話じゃないですかこれは。だから教育するなとそもそも。逆にするなと。なんでそんなことせなあかんねんと。感じろと。いや教育してほしかったら俺にお金払ってよと。払ったら教育してあげるわっていう感じよそんな。なんでわーそんなこと。教育してないと。いやいや。してないというよりはわざわざそんなことしませんと。わざわざなるほど、もうその人はやめていってもらっていいんじゃん、うん、別に一緒にやる必要もない、なくなったらだいぶ、うん、まあでも十分、はい、うん、まとめ、はい、今日の教育とは何の教育、授業の教育、はい、はい、それはまずはその組織のブランド力もう全てが全てだということですね。教育ができたからブランディング、そのサービスが強くなる、商品が強くなる、教育ができたからじゃないのよ。商品とかサービス力があって会社が強いからほっとってもいいわけよ。なんとなくイメージだから、そっち経営者はそのブランド力を上げろと、どうもそれが一番、それが一番ですね、もっと、そうそうそう、はい、そんな自分で一生懸命教育してお金かけて教育したってやめていくやんか、いずれでしょ。それやったらもう組織をもう組織そのものをアップデートさし続けていくっていう。でまとめは終わった。いや、ブランド力つけましょう。毎回言うてるやん。言うて、教育はブランド力が全てだと。そうそう、かけましょう。はい、今日はこれまで。はい、どうぞ。はい。はい、最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちら、ぜひお願いします。